さあ紅林、紅林選手がもうずっと良かったですよね、本当ね。まあ、この実戦に入ってからもコンスタントにヒットが出ています。レフトへ差し込まれたんですが、打球伸びていって伸びていってフェンス一番上に当たった。紅林はセカンドへ、やや詰まったようにも見えたんですが、ちょっとね、はい、だいぶ詰まらされたかなと思ったんですけど、しっかりスイングも速くなってるんでしょうかね。この少し腕を畳みながらね、レフト岡の頭上を越えてもうフェンス一番上に当たりました。あとわずかでホームランという打球でした。内側難しい球です。